こんにちは、日本語教師のしゅんです。はい、今日も外で YouTube を撮っています。いや、見てください。今日も天気が最高ですね。太陽があるとニュージーランドも暑いです。はい、太陽がなくなるととても寒くなります。いや、まあ実は今日は特にトピックがありません。でも本当に今日は綺麗な日だったので、皆さんにこの綺麗な景色を見てもらいたかったです。そして綺麗な景色を見ながら日本語の勉強をしてもらいたかったので、今日は YouTube を撮っています。はい、どうですか、皆さん元気ですか？日本語の勉強はどうですか？本当に天気がいいですね。やっぱこういう日は外でのんびりしたいですよね。今日は日本語のクラスが午後から日本語のクラスがなかったので、はい、もう午後は今日は外でずっとのんびりしています。この場所はクイーンズタウンの街、見えますか？見えない。クイーンズタウンの街から歩いて3分ぐらいの場所にあります。とても静かですよね。ここには今は人が誰もいません。でも2分ぐらい歩いてあそこ2分ぐらい歩いてあそこに行くと、あの大きいビーチがあって、そこにはたくさん人がいます。はい、まあでもたくさん人がいるので、ちょっと YouTube を撮るのは難しいと思ったのでここに来ました。でもここも綺麗ですよね。はい、そうですね。いやー、本当に気持ちがいいです。あ、そうです、あの最近あの友達の家に遊びに行った時に、チェコ人とアルゼンチン人のカップルから、マテをもらいました。知っていますか皆さん、アルゼンチン人の人、チリ人の人、あとウルグアイ人の人、あとブラジルの人もかな、は多分もちろん大好きだと思います。わかりません。はい、マテ茶を飲むカップですねをもらいました。はあ、嬉しかったですね。私もウルグアイとアルゼンチンとチリに行きました。でその時はたくさんあのマテを飲んでいましたね。でもまあ南米を出てからあまりマテを飲んでいませんでした。まあ実は日本にもマテがあります。でも日本のマテは、まあ、こういうマテじゃなくて、あのペットボトルに入っているマテです。だからあのスーパーやコンビニで買うことができます。まあでもあの日本でも人気があると思います。マテは体にいいですからね、マテ茶。でも日本ではあの冷たいマテを飲みます。はい、熱いマテは日本で見たことがありませんね。はい、そうだからこれをもらったので、あのお茶の葉っぱ、茶葉を買いに行きました。あ、そうです、あのちょっと面白いです。あのこのクイーンズタウンには
そう、アジアマーケット、アジアマーケットがあります。で、茶葉を買うのは、茶葉が買えるのはアジアンマーケットだけです。はい、アジアの飲み物じゃないですけど、アジアンマーケットがあります。はい、まあでもそうですね、あのクイーンズタウンにはたくさん南米の人も住んでいますから、時々街でこのマテを持っている人を見つけます。はい、見ます、見かけます、見かけます。はい、そうですね、うん、そう、なので今日はね、マテを飲みながら話したいと思います。今もマテの葉っぱが入っています。いやー、暑いですね、太陽があると。そう、マテはこの大きい水筒にたくさんお湯を入れて飲みます。ちょっと暑すぎるかもしれませんね。私の友達は暑すぎるお湯で飲むとマテが苦すぎると言っていました。まあ、私は苦いマテが好きですから、はい、大丈夫ですけど、はい、そうですね、今日の午後は私の友達はほとんどみんな仕事に行きました。だから、そうですね、今日は一人でのんびりする日です。はい、こういういい日は、いい天気の日は家の中にいたくないですね、うん、特にあのクイーンズタウンは本当に綺麗な自然がたくさんあるので、はい、綺麗な日は外にいたいですね。湖があって、山があって、いや本当にいいです、うん、今はね、多分何時だ、今は多分5時ぐらいです。5時ぐらいです。まだ明るいですね。まあ冬、今も冬かな、まあ冬だったけど今春になっていますから、少しずつだんだん暖かくなっています。そう、いいですね。皆さん、この鳥の声が聞こえますか？あ、美味しいですね、うん、誰かが今この道を通りました。そう、聞こえますか？ニュージーランドはたくさん鳥がいますね。私の家でもたくさん鳥の鳴き声を聞くことができます。はい、いや、可愛いですよね、鳥の鳴き声。聞こえましたか？いろいろな鳥がいます。はい、すごい。いや、はい、今日はだからこの後は今は予定がありません。今日は夜も休みなので、今日はもう仕事をしないでのんびりしたいと思います。久しぶりに、はい、この池になんかたくさん船があるんですよ。そうそう、大きい船や本当に小さい船があって、ジェットスキー、ジェットボート、本当に速い小さい船とか、
あと本当に大きい船もありますね。一回その大きい、ここで大きい船に乗りました。なんかツアーかな、なんか大きい船に乗って別の島に、島かな、別の場所に行って、そこのレストランで、まあ、食べ放題、ビュッフェのレストランに行きましたね。ちょっと高級なレストランでした、はい、でも楽しかったですよ。あの船からいろいろな景色も見ることができるので、時々まあ、羊や動物も見ることができます。はい、そうですね。皆さんはニュージーランドのイメージはどうですか？例えば羊がたくさんいるとか、山がたくさんあるとか、どんなイメージがありますか？私は来る前はその羊のイメージがありました。はい、いやでも本当にたくさん羊がいますよ、本当に。はい、特に車でいろいろな町に行ったりすると、たくさん羊を見ることができます。日本ではあまり羊を見ませんからね。そう、いやとても可愛いですね。はい、いや暑いぐらいですね、暖かい。そう、マテ茶はね、なんだろう、友達と一緒に飲むこともできます。今はちょっとコロナパンデミックがありますから、これを一緒に飲むのは危ないので飲まない方がいいと思いますけど、でもコロナの前はまあみんな普通にこれをシェアして飲んでいましたね。たくさん人が来ましたね。まあ私が住んでいるクイーンズタウンはたくさんヨーロッパの人と、南米の人が住んでいます。でも本当にリゾートの街なので、はい、今はスキー場とかもたくさん空いていますから、ニュージーランドの人も例えばクライストチャーチ、オークランドの人もここに遊びに来ます。はい、だからそのなんかバケーションの休暇の雰囲気はとてもありますね。いいですね。どうでしたか皆さん。ちょっと今日はテーマもありませんけど、まあ、綺麗な景色の中で日本語を聞く練習ができましたか？はい、私は楽しかったです。また時々こういう綺麗な自然の中で日本語を話して、そうですね、こんな YouTube も撮っていきたいです。はい、では皆さん日本語の勉強も頑張ってください。じゃあまた次の動画で会いましょうね皆さん。バイバイ。 Thank you guys for watching. If you like this videoor this view, please leave the comment below and hit the subscribe button and the like button. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye bye!